今日のお昼ご飯なんですけども、ひょんなことからね、うなぎをいただきまして、うなぎ丼ぶりを、これ見てくださいね、すごいでしょ。いや、久しぶりですね、うなぎ丼。はい、これね、なんとね、丼屋っていうところでうなぎ弁当っていうかね、全部のメニューが1個500円なんですよ。すごいでしょ。500円でうな丼もあるし、もちろんマグロ丼もあるし、とろ鉄火丼もあるし、様々なんですよ。なんかね、種類がね、100種類ぐらいあるんですよね。全部500円、本当に。まあ特別メニューとか大盛りになると価格変わるんですけども、500円で大満足の、お弁当屋さんなんですよね。で、今回これはうなぎの大盛り丼ということで、うなぎが2枚入ってるんですよ。ですんで1000円なんですけども、ずしっとしててね、もう早く食べたいんで、すみません、いただきます。いや、久しぶりだな。500円とか1000円でね、うな丼、まあ麻生さんの10万円のうなぎ丼にはかなわないですけど、まあ私たちは10万円じゃなくてもね、喜びを感じれる。皆さん、ありがとうございます。ごちそうさまでした。